ブランズウィック襲撃は、ジェンキンスの耳の戦争末期の1748年9月4日から9月6日にかけて行われた戦闘。ノースカロライナ植民地のブランズウィックタウンが、スペイン王国の死略船に攻撃されたが、死略船の一隻は後に追い払われる時に破壊された。この戦闘は、ジェンキンスの耳の戦争における最後の戦闘であり、イギリスの勝利に終わった。 1739年に勃発したジェンキンスの耳の戦争は最初は西インド諸島とアメリカ大陸で戦われたが後にオーストリア継承戦争に拡大し大西洋の両側で戦われたスペイン政府はノースカロライナ植民地サウスカロライナ植民地ジョージア植民地のイギリス領港町への襲撃と略奪を認めこの時期は スパニッシュアラームとして知られるようになった。グレートブリテン王国はこれらの植民地に正規軍を駐留させていなかったため、各植民地に民兵隊を組織させてスペインからの攻撃に対抗した。ブランズウィックタウンの港は当時のノースカロライナで最も繁華な航行であり、貨物をヨーロッパとイギリス領西インド諸島に輸送していた。フィアミサキは スペイン攻撃の標的として最適であった。また、1748年4月にアーヘンの和薬が締結されたにもかかわらずその知らせはアメリカ植民地の一部には届いていなかった。1748年9月4日、スペイン戦ラフォルトゥーナ・トラ・ロレッタがブランズビー・クタウン沖に怒りを下ろした。町人たちは近隣の森に逃亡し、 スペイン人たちは上陸した後抵抗に合わずに町を襲撃して奴隷をさらい金目の者のを略奪した。翌日、大尉のウィリアム・ドライ3世はマスケット銃とピストルで武装した約67人の民兵、呼び集めて町を奪回しようとした。ドライはウィリアム・モア、シェンク・モア、エドワード・ウィン・エート、コーネリアス・ハーネット・ジュニア、ウィリアム・ロードらの助けを借りて、 9月6日に反撃を開始した。またジョージ・ロナルズが奴隷を一人提供した。スペイン人たちは不意をつかれ、銃撃戦の後敗退して町から逃げた。スペイン人のうち10人が戦死、30人が捕虜にされた。撤退と砲撃の応酬の最中、ラフォルトゥーナが突如爆発し、戦場のスペイン人のほとんどが死亡した。 ラロレッタの乗員たちはいずれ同じ運命をたどると考えて離脱への許可を条件として降伏した。イギリス人たちはラフ・ホォルトゥーナを乗っ取り、それを座礁させた。その夜、ジョンスワン少佐が増援130人を率いてウィルミントンから駆けつけたが、ブランズウィックタウンの守備軍にスペイン軍と勘違いされないよう街の外で夜明けを待った。一方、 スペイン人たちは闇夜に乗じて罰病、海へと逃げ、捕虜交換も終わらせずに、さっさと、ブランズウィックタウンから離れた。反撃の最中に、町人数人が負傷し、守備軍のうち一人が戦死した。ロナルズから提供された奴隷は、小さな方の爆発が原因で死亡した。スペイン人が全員ブランズウィックタウンから追い出された、時、ラフ・ホルトゥーナの残骸はまだ川の中に残されていた。 ドライは会員を雇って、それを探し出せ、大砲、怒り、町から盗んだ品物を回収した。捕虜交換に間に合わなかった、スペイン人は余生を奴隷として過ごした。ブランズウィックタウンの住民がこのように報復したおかげで、スペイン人はウィルミントンを攻撃しようともしなかった。そして、スペイン戦からの略奪品により、ブランズウィックタウンはイギリス領北アメリカでも、 有数の裕福な町に成長した。ブランズウィックタウンは、ラフ・ホルトゥーナからの奴隷と貨物を売り払い、その収入で、ブランズウィックタウンのセント・フィリップ教会とウィルミントンのセント・ジェームズ監督教会を建てた。スペイン人船長、ロペスの船長室からエッケホモという表題の絵画が、略奪されたが、ノースカロライナ議会は1751年に、 完成したセントジェームズ監督協会にこの絵画を送った。この絵画はセントジェームズ監督協会に現存する。ありがとうございます。